美味しそう、ポテト。もう取ってたんかーい。わいわいわーい。張り気になって。動画回り出したからって、張り気になって。いや、もう取ってたんかーい。わいわいわい。わいわいわい。いやー、久々ピザじゃん。嬉しいね。久々ピザ。今日は仕事終わったので、うんうん、でちょっと自分たちになんかご褒美やら何やらしたいなってことで食べようと思います。はい、いただきます。うまそう。ちょっともう食べるね。とりあえず食べる。好きなの食べて。好きなの。あ、それえタバスコとかもあるから。あ、タバスコかけましょうね。全部。あ、全体かけていいよ。こっちも。あ、これも。こっちもこっちも。いただきます。いただきます。お腹すいた。うん。うまい。うん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 。本当美味しい。うん。コックも美味しい。じゃあちょっといただきます。ツナマヨ。うん。あ、ツナマヨ大好き。うん。いただきます。いや、美味しいよね。こっちも美味しかったの。うん。俺やだー、いちいち咳込む人。やだー、もう。しょうがないじゃん、ジジイだもん。ね、毎回気にしなきゃいけないの、それ。いや、気にすんなよ。気にしろよ。いちいち、どっちだよ。ゲホゲホ。うん、優しい。うん、奥、うん、もうまっ。美味しい。辛いのかけたからさ、ちょっとさ、見せるじゃん。そういうとこあんじゃん。ああ、うん。そういうことか。うん。うわ、うまいわ。うん。え、ほんと、上手にできたね、しょうちゃん。うん。あ、うん、おいしい。あ、うまい。あ、ほんとに。あ、おいしい、上手。あ、ポテトもおいしい。うん、これかけよう。あー、いいね。もうないわ、うん、これマジでうまい。それ何？ハインツのね、バーガーソース。マジでうまい、これ。ハンバーガーだけじゃなくて、何でも合うよね。うん、なんでも合う。でもなかなかスーパーじゃ見ないね。え、売ってるらしいよ。なんかね、ビッグマックの味になる。ああ、そう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 。うん。あ、ちょっと。何？あ、美味しい。美味しい。美味しさをようやく分かってきた。うん。自分で。なんか翔ちゃんさ、何？リアクションがさ、わざとらしいよ。はぁ、もう。違う。わざとらしいっていうかさ、なんかいつもさ、上で一緒寝ててさ、携帯とか見てるじゃん、お互いに。なんかすっごい変なリアクションするよね。えとかさ。ああ。で、内容聞くとさ、だいたいどうでもいい内容だったりするじゃん。なんかそれと今同じようなリアクションしたなと思って。あー、もう。じゃあ、澄ました人の顔好き？澄ましてるやつ好きなの？あんた。何もかも笑わないようなさ、みたいなやつ好き？嫌い。うん。だろ。嫌いだわ。もうそんな中学生まででいいよ。いやいや、大人でも全然いるだろ。いや、いるいる。うん。車に構えてるやつね。うん。モテんのかね、その人は。いやー、どうなんだろうね。モテないと思うよ。リアクション取れる人の方がモテると思う。うん、絶対そう思う。じゃあ俺。よかったね。でも俺も昔はそんな感じだったわ、多分。車に構えてる感じだったわ。あ、うん、思い出した。うん、なんかそう。あのね、うん、そう、済ましたのがかっこいいとか思ってる時代もあるのよ。あるある。絶対あるよ。そのまんまなんだけど、うん、あの、愛想良くないというか、あの、うん、ミステリアスがモテるみたいな時って、うんうんうん、多分、誰もしもが通ってきたと思うんだけど、うん、でも気がつくのよね、うん、ミステリアスってただの、うん、
まあ、なんていうの、何考えてるか分かんない不満顔みたいな感じで、近寄りがたいのよ。ああ、だから結局モテないのよ、それ。うん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 。そう、まあ、そう。それがかっこよく見える時もあるよ。うんうん。かっこよかったり、素敵だなって思う時はあるよ。絶対、男に関わらずね。あと、あれよ、芸能人フィルターもあるじゃない。うん、ああ。近くにいないからまださ、かっこいいと思うけどさ。そうね。隣にいてみ、そんなミステリアスなやつがいて。何話していいのってなるよ。確かに。うん。何言ってもさ、うん。とかさ。そう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 。ああ、別に。そうそうそう。今度、翔ちゃんにやってみよう。いや、いいじゃん。うん。いいじゃん。絶対喧嘩になる。うん。なんか、ここ最近さ、うん。結構、なんか、がっつり食うこと多いよね。今日もそうだけどさ。うん。やっぱ大事よね、でも。しっかり食べるって。この間もさ、焼肉食べ放題行ったじゃん。なんかよくよく考えたらさ、やっぱ食べ放題ってお得だよね。うん、全然お得だと思うよ。ね、この間もさ、うん、自分たちがさ、頼んだやつをさ、うん、一個一個単品だったらいくらかっていうの全部足してさ、うん、ああ、全然食べ放題でよかったね。そうだね、そうだね。うん。食べ放題がいいわ。でもなんか、どんどん食べれなくはなるけどね。そうだね。翔太はまだね、いけるじゃん。どんな量でも。まあ、いや、どうかな。ああ、もう、それやめてよ。いつまで、いつまで、朝の夜も、寝る前もずっと、携帯が鳴ってます。私、もうその音がめちゃくちゃ嫌で嫌で嫌で、たまんない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 。消してよ。いつまで仕事してんだよ。寝る前まで仕事してんのかよ。ねえ。そういうとこダメだと思うよ。持ち丸の真似。え、何？偉いんですか？じゃあ、ずーっと仕事の考えてる人が。いや、そんなことないと思う。でも考えなさすぎるやつもなんかどうかと思っちゃう。自分がいる。これってさ、やっぱ昭和の人間なんだよね。うん。なんか不安になっちゃうんだよね。何がよ。なんか休みの日になんか、うん、仕事が進んでないかったりするとさ、結局自分に跳ね返ってくるじゃん、うんうん、そういう時って。やっとけばよかったなとかさ、やっといた方がスムーズに進んだなとかあるじゃん、うん、だからね、まあ、ついついなんか休みの日でも連絡見たりとかしちゃうけど、そういう感覚じゃないんだなと思って。あ、まあまあいいんじゃない、別に何でもそれは。うん、別にいいよね、いいんだけどね、うん、その方がいいと思う、本当に。よくないと思って、自分が逆にね。だって下手したらさ、旅行に行ってる時とかもさ、やっぱ仕事の連絡取ったりするしちゃうじゃん。うんうんうん。そういうのね、気にしなくなりたい。どうか。見られてませんよ、ね、まあ言うけどね、それ僕じゃないんですね、とか。どうしようかな。足りないけど、うんうん、足りないけどどうしよう。あ、もう何？なる、直してあげてんじゃんかよ。なんか、乱れ髪だったからさ。知ってる？乱れ髪。知ってる。誰でしょう？ちょっと待ってよ。ちょちょ、いつも言う。もう何でも知ってるよ。そう、うん、何でも知ってるから。もう歴史とか、うん、地理とかね。もう地理とかもう、今の地下鉄動向とかも何でも、寺とか何でもわかる。うん。まあ、団地とか。うん。はい、誰でしょう？乱れ髪でしょ。え？乱れ髪。3回ぐらい、答えていい？ダメよ、1回よ。じゃん、はい、あ、じゃあいいよ、いいよ、3回、いいよ。乱れ髪でしょ。うん。まず、清少納言。2人目は？え、それが正解かどうか、まず言わないです。言わない。何それ、もう。めんどくさい。正解かどうか知りたいの？知りたい。じゃあ、不正解です。違うの。あ？え、待って、え？そんな古くない。あ、いい、いいじゃん。どうぞ。与謝野晶子。ああ、ピンポン。あっでしょ。俺何でも知ってんだよ、マジ。マジ、いいよ、他のお金。名称じゃねえよ。じゃあ、マジ、あ、何でも知ってから何でも聞いて。待って、逆に俺が知らないのよ。ああ。質問、クイズ出したいけど。うん。何でも知ってよ。じゃあ、北方領土にある島4つ答える。エトロフと、国後と、色丹と、歯舞諸島。ちょっと待てよ。俺がし、なんで俺が答えを確認するからちょっと待てよ。色丹、
ハボマイ、クナシリ、エトロフ。はい。はい、正解です。すごい。じゃあ、日本の最南端の場所。沖ノ鳥島。正解です。はい、だろ何でも知ってんのよ。え、じゃあ、はい、最西端は最西端、与那国島。すごっ。わかる、でも、バカにすんなよ、マジで。何でも知ってんのよ、こっちは。え、じゃあ、一番東は東東、一番東、日本の。東に島とかないよね。多分、本州よね、千葉とかじゃないの。だって千葉。え、島？うん。島？さ、何でも知ってる翔ちゃんは、答えることができるのか。え、東に島なんかないよ、日本に。だ、あ、うん？南鳥島とかあってる。すっごい。正解？正解。ほら、俺何でも知ってる。マジ俺何でも知ってんのよ。すごっ。うん、そうだよね。なんで知ってんの？知ってるよ。何でも知ってんのよ。嘘でしょ？嘘じゃないよ。マジで何でも知ってんのよ、俺。嘘って言って。なんで知ってんの？怖っ。何でも知ってるよ、俺は。マジで。え、何？地位だったの？選択科目。うん？日本史。ああ、ほんと。そういうことじゃないの、別に。何でも知ってんの？雑学みたいな。そう。あー、うん、尊敬するよ。いいよね。なんかそういう雑学たくさん知ってる人ってすごいよね。いいよね。いいと思うよ。東京の駅のあそこに何がとかっていうのもわかる。あそこに何があって、あそこの、あそこの踏切長いとかさ。ああ。何でも知ってるよ。その情報大事。うん。例えばさ、俺がさ、ないどっかで人身事故来たとか言うじゃん。うん。で、このルートで帰ってきた方がいいよとか言うじゃん。ああ。言ってくれる。すんごい便利。そこは今絶対使えないから違うルートで帰ってきたらいいよ。うんうんうん。じゃあシーズーの原産国はチベット。ああ。でした。そりゃ知ってるよ、それ。持ち丸の飼い主ですもん。え、クイズ出し合う？え、俺が出せないかも。まあいい。出せれるのもある？なんか。わかんないけど。まあ出そうと思えば出せんじゃん。いいよ。ジャンルは何がいい？え、何ジャンル、うん、え、ジャンル、え、何でもいいんだよ。マジで。時事問題とか、でもやっぱり、あれは無理かも。どっちかっていうと、理系は無理かも。あ、理系はね。でも、うん、時事問題とか、うん、社会的なことはわかるかな。社会とか、まあ、国語とか、なんかそういう、社会的なことはできる、わかるかな。あと、まあ、街とか。はい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 。じゃあ、東京タワーができたのは何年？昭和30年。だってオリンピックの年だもん。ほんと？東京オリンピック。1958年。58年ってことは？ 1958 年ということは？あ、ま、違うね。じゃあ違うわ。あ、昭和33年。あー。えぐー。惜しいじゃん。惜しい。いや、でも惜しいね。うん、え、オリンピックは1000？いや、オリンピック30年だと思う。ああ、じゃあその時に年じゃなかったのね。じゃなかったね。へぇ